今 YouTube では公式でスラムダンク、バスケの伝説的漫画ですよね。それのアニメ版が無料で公開されてるんですよね、YouTube で。で、最近僕は気づいたんですけど、このスラムダンクのアニメ見る前に僕は一つ注意しといた方がいいんじゃなかろうかっていうところがあるなと思ったんですよね。っていうか、そういう目に遭ってしまったというのか、僕は漫画は読んだことあったんですよ。ジャンプを毎週買っていたので、まずジャンプで読んで、でから単行本で読んでみたいな感じだったと思うんですよね。そっからしばらくもう20年ぐらい、スラムダンクは読んでなかったんですけど、アニメ、当時そのアニメのその声優の声がこう気に入らなかったので、アニメは見ていなかったんですよね。でも YouTube で無料で公開されているので、ちょっと見てみたんですよ。そしたら意外と見れるなと思って。で、アニメの場合、こう声が出てるので、結構手元でなんか作業しながらとかでも、こう流しながら聞けるっていうんですかね。そういうのもあって、そのスラムダンク、こう、見てたというのか、聞いてたというのか、面白いな、やっぱと。すごいちょっとハマってたんですよ。で、YouTube は、1日1話ずつぐらいしか更新されていかないので、現在33話ぐらいまで出てるんですよね。でもどうしても先が気になってしまったので、まあ一応 Hulu の会員に入ってるので、その Hulu にスラムダンクがあったんですよ。アニメの。だから続きをこう見出したんですよね。そしたらやっぱりスラムダンクも最高に面白いなと。こう。ただアニメはやはり漫画と比べてクオリティがどうかって言ったら、アニメだけのエピソードとか出てくるので、こう作品性としてはどうかなっていうのはあるかもしれないですけど、それでもそのスラムダンクの魅力がどんどん伝わってきて、で、結局、まあいろいろ試合していくんですけど、県大会でこう、まあ、優勝チームと準優勝のチームが全国大会に行けるんですよね。で、主人公たちの目標っていうのは全国制覇っていうのがあったので、まあ最終的に全国に行って、どのような試合を勝ち抜いていくのかっていうことを期待させるストーリーなんですけど、まあ僕は漫画の方を読んでいたので、最終回、どのようになるかは覚えていたんですよね。で、すごい全国大会に行った時に、そのめちゃくちゃ強豪校と当たって、そことの試合っていうのが僕は結構印象に残っていたというのか、その試合が楽しみだなと思ってたんですよね。山王戦っていうやつですよね。山王工業戦っていう。どの試合もすごく面白いんですけど、やっぱり一番心に残ってたのがそこの山王戦っていう、その全国大会に出た後の試合なんですけど、なんとこのアニメは その山王戦の手前で終わってるんですよ。これ知らなかったんですよね。これものすごくがっかりするというのか、なんで山王戦ないんやと。だから今 YouTube でやってるんですけど、これ知らない人は注意した方がいいなと思ったんですよね。結局、全国大会出て次山王戦やなと、こう、全国大会の試合見れるんやなと、楽しみにしてても、アニメはないですよと。漫画にはあるんですけど、その山王戦っていう試合が。で、その試合を最後に最終回になるんですけど、すごくその心残りになってしまったんですよね。だから山王戦がちょっと気になってしまって、で、漫画の単行本自体は実家に帰ったらあると思うんですけど、かなり奥の方にしまってあると思うんですよね。だから、気になる、こう、モヤモヤが残ってしまったというのか、なので、スラムダンク YouTube に上がっているので、こう、あ、スラムダンクやと思って、まあ、まだ見ていない人ですよね。見ていない人は、その最後の山王戦の試合はアニメにはありませんよっていうことを 情報として知っといた方がいいのかなと思って僕はこの動画を撮りました。まあ、とはいえ、スラムダンクはやはり名作なので、こう、ストーリー自体はもうめちゃくちゃ面白いですけど、やはり、その最後の山王戦がすごく 気になる状況になってしまうので、漫画本が家にない人は、そのアニメをこう見始めるのはやめといた方がいいんじゃないかなと、ちょっと思いましたと。まあ、その山王戦が、これから映画化される、なんか映画化されるっぽいんですよね。それが山王戦になるんじゃないかという噂があるみたいなんですけど、長い試合を 2時間とかでできんのかなっていうのもあるんですけど、まあそういうことを思う、ちょっとスラムダンクのアニメを見始めて、ちょっとだけ
後悔したなっていうのが、先言っといてくれよっていうことをちょっと思った話でした。以上、ゲジュと僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。